サです。今回はこちらチョコエッグ、ディズニーからマイリトルドールのシリーズが発売されました。いつもとはちょっと違う感じで、リフォルメされたような可愛い感じですね。ピタッとくっつく吸盤タイプの台座がついています。これチョコエッグ初だそうです。可愛いですね。ペタペタペタとこうねくっつけて並べたりぴょこっと外れたりして転がる姿も可愛いかもしれません。ちょっとね、何が出てくるか全然わかんないんですけど、ディズニー初のアバターアプリとのコラボなのかな。はい、全16種シークレット2種類となっています。今回は30個開封していきます。さあ早速開けてみよう。なんかね、今回は応募してなんちゃらっていうのはないんですけれども、その分なんかこうね、揃いやすかったりとか、なんかお得なことないかななんて思ってるんですけど、どうでしょうか。はい、1個目、誰が来るかな。振ってもわかんないのかな。お、これは、はい、ジュディが来ました。ジュディ・ホプス。はい、こんな感じになってるんですね。これを刺して上にくっつければ OK。はい、ジュディはズートピアのキャラクターですね。ニックも出てくるのかな、どうでしょうか。はい、ポチッとね。あ、意外としっかりくっつくね。吸盤、まあ、ほこりとかがついちゃうと粘着悪くなっちゃうと思うので、その時には洗ってちゃんと水気を拭き取ってあげれば復活すると思うんですけど、意外としっかりしてる。全然動かないじゃん、面白。はい、ジュディちゃん、なんか若干怖いんですけど、まあでもこのシリーズはこういう感じなのかな。じゃあこのまま行こう。はい、続いては誰が来るかな。ミッキーミニー欲しいですね。シークレットも気になりますね。なんでしょ。ん、今度は誰。オラフみたいなカラーだけど、あ、オラフでした。あ、オラフはね、比較的こう崩れないというか、いつも通りな感じのちょっと短足気味みたいな感じなんですけど、あ、いい、いい、かわいい、オラフ。安定の安心感がありますね。オラフいいね。はい、オラフでした。ピッ。はい、続いて3つ目。何が出るかな。さあ、3つ目は、お、サリー。はい、サリーが出てきました。まだね、ラインナップ表見てないんですけど、マイクもいるかな、どうかな。あ、かわいい。ちょっとね、この、トゲトゲがあったり、モフモフとした感じがこう出てて、サリーらしさもしっかりちゃんと出てる感じ。ここがなんかクーナッツとはまた一味違った感じで、いいですね。クナッツのディズニーも好きなんですけど、それよりもう一段こう人形寄りになってるというか、そんな感じ。お、これはドナルドじゃない。やったー、ドナルドダックゲット。怒ってる。はい、ドナルドいいですね。かわいいな。ぴょこっと出た足がいいですね、たまらん。はい、続いては誰かな。大きさが結構統一されてるので、あまり重さとか振った感じじゃわかんないですね。あ、ミニーちゃん来た。ミニーちゃんはでも大きさでわかんないとか言ったけれども、意外とずっしりタイプなんだろう。もうこうやって組み立てられてるからかな。はい、組み立てるときに尻尾の部分をこんな感じで刺します。で、今回は手が外れてたので手をつけました。うん、ミニーちゃん、かわいい。にっこりお顔が嬉しいですね。はい、では続いていきましょう。おー、飛んだ。誰かな？なんかパーツ少なめ？あ、まさかの？はい、続いて出てきたのはミッキーでした。
ミニーちゃん来てミッキー。斜めか。隣同士だったらね、こう撮った時に偶然二人が一気にゲットっていうのもあり得るんですけど、斜めだとな、一箱買いしないとなかなかこう、巡り会えないかも。はい、ミッキーはちょっと驚いた感じの表情です。とても可愛いです。え、ミッキー、ミニー、ドナルドってすごくいい感じで出てますね。嬉しい。ちょっと一箱開けたところでラインナップ表見てみようかな。これは？あ、ジュディだ。ジュディかぶり。かぶりちゃんにちょっと後で何個出たかチェックしていきましょう。まあね、一箱で全くかぶらない方が珍しいので、これはしょうがないんですけどね。はい、あ、バズだ、バズ、嬉しい。トイストーリーのバズライトイヤーですね。バズ、はい。まず背中のところのパーツが別パーツになっていて、くっつけることによって、よりなんか立体感があるというか、リアルにバズっぽくなってて、これはクオリティ高いと思います。このバズ好き。すごーい。いいですね。もうトイストーリー大好きなので、たまらんです。はい。次は誰かな？お、綺麗に割れた。誰？あ、ぎっしり、かなりぎっしり。ミニーちゃん？あ、違う、これは誰？これ誰？シークレットだ！やったー！ミニー&リトルベッドっていうシークレット2が来ました。お布団の中に入ってる感じなのね。これはちょっと外れないのかな。ちょっと怖い感じだから。外さないで、あとはこれをカポッとかぶせてあげると、あー、包まれて寝てる感じ、かわいい。はい、こちらは下がこういう風になっていて、ビヨンビヨンっていうのはつかない感じで、いいっぽいですね。かわいいです。寝てます。かわいい。本当に嬉しい。やったね。はい、では一箱目、ラスト。誰かな？硬い。ラストは誰だ？ん？あ、バズですね。バズライトイヤー2個目。ということで、ジュリーとバズが被りましたけど、10個中8個、新しいのが出て、シークレットも入っていたので、これは結構当たりな感じじゃないかなと思います。はい、では続いて2箱目行きましょう。今度はどんな子たちが出てきてくれるかなって、その前に、あれ見ようって言ったよね、ラインナップ表。チラリ。あ、こんな感じ。はい、横に置いて見てみます。あのね、あれです。バズの相方の、ウッディとか、ジュディの相方のニックとかはいません、今回。ということで、第2弾出るかもしれないですね、これは。はい。続いて、あ、デイジー！デイジーはいましたね。はい。ドナルドだけじゃなくて、デイジーさんもいました。グーフィーもいるようです。出てきてくれるかな？デイジー、かわいい！はい。カラーリングでもデイジーらしさは出てますね。じゃあ、ドナルドと一緒に置いとこう。はい、続いて。あと、表紙に写ってる子としては、いいですね。プーさんとかね。スティッチがいますね。あと、エルサ、アリエル。あ、そうだ。プリンセス系が来てないですね、まだ。これは誰？あ、やったー！はい。あ、モカでした。モカじゃん。はい。ダッフィーじゃなくて、モカの方が来ました。モカだったのね。はい。結構濃いめのカラーリングですね、モカちゃん。はい、続いては。でも比較
的さっきのとは全然違うのでこうトントンと来てくれてるので揃えるにはいい2箱をゲットできたかな。続いて誰だ。あ、ジュディーが結構かぶり気味もしかして。はい、続いて誰かな。まあ、一箱の中で考えたらね、ジュディも被ってないからね。続いては、はい、誰だ？ジュディ、ちょっと来すぎじゃない？ちょっとしまっときます。ジュディだけですでに4体目。やば。お、軽いよ。またジュディとかやめてほしい。オラフ！オラフもね、今回の箱としては初だけど、かぶっちゃったね。今のとこ追加されたのはデイジーとモーカ。まあ、でもモーカもなんかレアっぽいからいいんですけど。あ、綺麗に取れた。おぉ、ぎっしり系だ。お願い！シークレットは来ないけど、エルサちゃんだ。エルサもぎっしりなんだ。はい、やったね。はい、組み立ても簡単で、洋服の模様とかも綺麗に入っていて、これもね、バズライトイヤーに、続くちょっと細かさで作られています。やっぱ人気なキャラクターだからね、ちょっと気合が入ってるような気がする。髪型とかもね、綺麗ですよね。はい、続いていきましょう。続いては？誰だ？やったね、グーフィーゲット。ちょっとね、この目元のお顔汚れが残念なんですけれども、そして前歯がね、こんな感じで表現されててちょっと面白いんだが、はい、グーフィー無事ゲットできました。やったね、ディズニーのミッキーフレンズは揃ったかな。やったね。あとなんかカラーリング的にプーさん欲しいんだけど、V さん出てくるかな。あと S2 がミニーちゃんだったから S1 はミッキーかなーと読んでるので、それが当たってるかどうかも知りたいな。おお、開かない。もうこの時期難しいですよね。寒かったり暑かったり、このライトで溶けてんのかも。はい、続いてはエルサちゃん2個目。はい、続いていきます。続いては誰だ。あ、超ぎっしり。何？あ、ミッキーでした。これは普通のね、ミッキーマウス。はい、2箱目ラストは誰でしょう。ミニーちゃんでした。ここの並びでね、ミッキーとミニーがね、並んでましたね。2個買ってミキミニが当たったら嬉しいですね。やったね。はい、12種類まで今のところ揃っています。残り何個集まるでしょうか。ラスト1箱開けていきましょう。さあ、誰かな？あ、プーさんだ！嬉しい！プー！来ました。やったね。はい、シンプルに刺すだけ。プーさん！もう簡単に描いてもプーさんはプーさんですね。色合い的にもですし。はい、とっても可愛いです。やったね。3箱目もいい箱でありますように。シークレットもう一つ見たいな。誰だ？あ、プーさん続き。プーさん箱かな、もしかして。あ、今気づいたけど、プーさん、お尻の、この、縫い目のところもちゃんとついてますね。いい、すごい。さあ、
続いては誰かな。おお、これ安かった。誰だ。ん、これは、あー、やったね。女王が来ました。白雪姫の女王かな。はい、今回白雪姫はラインナップされてないんですけれども、女王の方が来ています。なんかね、冠もちゃんと乗ってて立体的でいい感じですね。このシリーズはこのシリーズで、ちょっと正直初め微妙かなと思ったんですけど、集まってくると可愛い。一個だけよりもたくさんあって、ちゃんとこうシリーズで並べてあげた方がいい感じですね。さあ、続いては誰かな。女王、そういう感じ今回。まあ出てないのが来てくれてるのでありがたいんですけれども、4個開けて2つともかぶりとか、あ、ぎっしり。ここでシークレット来たら許すなんてね。これは、あ、ミッキーですね。ミッキー、普通のミッキー。あ、でも1箱の中にミッキーかミニーはいてほしいかなっていう気はするので、これはいい傾向。1箱に1つずついますよね。誰だ。ドナルド。はい、残り4つ。新しいの来てくれないかな。アリエル、アリエルこーい。あ、ジーニーです。ジーニーもまだ来てませんでしたね。やったね。いや、ジーニーのこの頭のところなくしそう。みんな気をつけて。はい、草。はい、口角すごい、口上がってますけど。うん、いいね。ジーニー。今度は誰かな。新しいの誰だ。あ、エルサちゃんですね。エルサはいるね。残り2つ。まだここに書いてるので来てない。あ、スティッチも来てないよ。スティッチにも、おお、会いたいな。サリーの方ですね。サリーでした。はい、ラスト。誰だ。さあ誰でしょうか。お、スイッチ、やったね。はい、ということで、かぶりが続いて大丈夫かなってすごい心配だったんですけれども、無事ゲットしてないね、スティッチで終わることができてよかったです。色ちょっと濃いめなんですね、スティッチ。ブルー系が続くなと思っていましたけれども、それぞれにちゃんと違うね、特徴あるカラーリングでよかったかなと思います。スティッチ、指のところがね、ちゃんとチュンチュンチュンって出てるところこだわってますね。はい、かわいいです。はい、ということでラインナップ表を見てみましょう。1番ミッキーマウス、2番ミニーマウス、3番ドナルドダック、4番デイジーダック、5番グーフィー、6番プー、7番アリエル、8番エルサ、9番スティッチ、10番オラフ、11番ジーニー、12番ジョー、13番サリー、14番バズライトイヤー、15番ジュリーホップス、16番モカ、シークレット1、シークレット2となっています。ということで、振り返ってみれば、アリエルとシークレット1だけじゃんっていう感じなので、びっくり、意外と出てきてくれましたね。30個でここまで揃ったのは結構いいかも。はい。ディズニーのマイリトルドールのチョコエッグ。とっても可愛いのでね、皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。はい、次回は他のチョコエッグと一緒に、追加購入したものを紹介していきたいと思います。
はい、ということで今回はチョコエッグディズニーのマイリトルドールを開封しました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。